おはようございます。西田わたるです、えー、9月28日あ9月27日火曜日というところでいかがお過ごしでしょうかちょっとね喉痛めてましてえっ、ー、とあのー、息子が手足口病っていうのにかかりましてそれをもらったようで、えー、大人とヘルパンギーナっていうのかな熱がめっちゃ出まして実はこの 収録の2日3日前とか40度の中しゃべっていたっていう状況で今熱は引いたんですけどその後喉に水泡のような形でねあの喉がこう要は口内みたいになるんですよなのであの唾飲むのも痛いみたいな状態でこれはもう対処のしようがなくてですねただひたすら待つしかないっていうところで今日はひた比較的マイクを大きめにして小声で喋るような感じでやらせていただいておりますちょっと数日間 ちょっと今つ、ね、ばのものを言たらねこういう、えー、と皆様にはねご不快な、えー、ちょっと動画な雰囲気が伝わってしまうかもしれませんけど先に謝っておきますすいません今日なんですけどもコスパってどうですかねっていうねコスパの本来の意味とはっていうところで、まあ、まさにコストパフォーマンスっていうのはまあ費用対効果みたいなものでして払ったお金に対してまあ皆様が得られるパフォーマンスっていうかねその性能商品とかそういったものの性能とかを享受できるもの のバランスっていうところですよね、まあ、費用対効果はもちろん高い方がいいコスパが高い方がいいだし、自然的に皆さんどっちかというとなるべく1000円よりも100円払って同じ機能を得られる方が俗に言うコスパいいっていうそういった意味で最近では、ね、コスパって使われると思うんですがえっ、ー、と逆に昔からの孤児でね、あのー、安物買いの銭失いみたいなところっていうのもありまして僕は結構。 あのそっち派なんですよ特に昨今の情勢ですとサプライチェーンとかも不安定になってきてますから、えー、とそういった意味で本当に今あって安いもの自体は本当に安いものっていうふうになり始めてるんですよね世の中がねものも全部そうですなのであの物の値段が上がってる上がってるっていうんですけど大体が本来の価格に戻ってきてただけで、えー、と今まではその、まあ、デフレと言いますかあの性能が上がったところでそのコストに あの企業がねコスト転嫁できなかったっていう状況が続いていて世の中的にはもう世界的にはもうインフレもあった中で性能がいいものを出すからには今までよりも値段がどんと上がって当然っていうこういったインフレーションの考えがトレンド世界ではトレンドになってくるのでもうすでに安いものでいい機能を得ようっていうマインドを持っている人はどん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 特にカメラが好きな人にとってみれば。 どん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 ちょっと不幸になっていくということで今僕なりが考えるコストパフォーマンスでっていうところのお話なんですけどまずまあ極端に言うと僕にとってのこの l i カ a ですよね LIHAM11 これはあのコストパフォーマンスが高いんですよなぜかというと世界に僕が提唱しているレゾリューションパー、えー、なんだっけ <laughs> えとまああの 1g あたりのコストっていうねあの レゾリューションパーコストとかだったかな、ごめんなさい、どう忘れちゃった喉が痛くて <laughs>。えっと、要は、これ、えー、530g で、これが <laughs> 50mm、アポズミコン 50mm が、えー、300g で 800g ぐらいなんですけども、これと同じ写りをキャノンでしようとすると、R5 と、えー、R5 と RF の 50mmF1. につけなきゃいけないと。 そうななるとキロなんですよこれは800グラム約半分の重さで同じ写りがするっていうふうに考えた時にまあどっちがいいですかあなたならどっちを選びますかってなったら僕はあのこちらの M11 選ぶんですよねもちろん R5 とか RF50mm になりますと 40cm まで寄れたりこっちは 70cm しか寄れないだったりあとはオートフォーカスが使えたりとかねあの好感度はこっちの方が強いですね とと比べると、まあ、そういったいろろなメリットデメリットあるんですけどもまああとは値段はもちろん違います値段一1回置いといて性能でいうところの僕の中でのコストパフォーマンス要はこれしかないわけですよね1キロ切ってめちゃくちゃ映りがいいってなるとお金は1回僕の中で置いといて、えー、その中で軽くて徹底的に写りのいいっていう意味での結果 そういった意味でのコストパフォーマンスが高いのはここになってくるっていうその一番大事なのは肉体とかそう一日中カメラを持ち歩いて疲れないだけど写りはいいっていうそういったところを目指していくと必然的にライカになったっていうこういう選び方あとは最近で僕が言う皆様に提唱しているコストパフォーマンス言うとここ EF レンズにマウントアダプターをかまして EF レンズにマウントアダプターをかまして えー、R とか R で使う,っていうこれが結局コスパいいんじゃないか特に R6 ユーザーの皆様にとってみればこれが EF レンズを最近運用していくのが一番コストパフォーマンス高いんじゃないかあのもちろん EF レンズが値段が安いからっていうそこもあるんですけどそれよりも何よりも、えー、EF レンズも選び方で例えば、えー、EF の2470、mm e、の F2.8EF 85、mm、の 85mmF1.4 この辺の2本をマウントアダプター経由で R6 で使うと 正 R6 って2000万画素なのであ,のあんまりねえっ、ー、と RF レンズを使った EF レンズを使ったっていう差が出にくいんですよね。よ所詮2000万画素っていう考え方なんですけどももちろんね RF レンズの方が1枚コーティングしたかのような素晴らしい描写はしますけどもまあほとんど90何パーセント以上 iPhone で見られるスマホで見られる時代においては。 差別化を図りにくいのであればまあ多少 AF の速度精度とかは落ちますが EF の方がねとはいえ EF の L レンズはやっぱり素晴らしいですからねこの辺をうまく利用していくっていうのが、えー、結局はその辺の絶妙なあのコストパフォーマンス的なところでは良いのではないかっていうご提案を最近ではしているとまだまだキヤノンがねその高画素機って言われる9000万画素級とかの あのカメラとかを出してくればまた話は全然 RF のレンズに戻っていくんですけども散々この2年僕も RF レンズ使ってきてそしてまあこの l i カ a とかも最近使ってきて客観的に一歩引いてみた時にまだまだ RF レンズはやはり1億から1億5000万画素ぐらいのセンサーで使うべきレンズまあもちろん非 L レンズは十分にね RF レンズ。 RF レンズとしてシス、R システムとして使うべきなんですけども、RF, の RF レンズの,の L レンズに関してはね、結構1億画素見据えているよなっていうような描写が非常に感じることが多いのでね、ぜひとも、まあ、この辺の EF レンズをまだまだ、えー、R6 ユーザーの皆様とか RRP のユーザーの皆様とか組み合わせてみて、あとはやっぱ軽さですよね。そのこれがどうしても マウントアダプターが 90g、100g ぐらいありますから、この分重くなって長くなったりする分フロントヘビーになりがちと、この辺のバランスを嫌うのであれば、やはり視線的に RF レンズにな,りならざるを得ないとか、そういったところがありますのでね。なので、まあその辺のバランスはありますが、あとは値段とか、その辺の、あとは RF レンズにない焦点距離とか EF レンズにあったりするので、まあ、 えー、その辺はやっぱり EF レンズが1億5,000万本出てますしこれだけキャノンが30年にわたってねレンズのマウントを育ててきているのでそれを享受していくというのがいいのかなとまあ中にはねサードパーティー製のレンズを RF でっていう方もいらっしゃるんですが僕はそこの多様性っていうのは多様性というのはあんまり感じてなくてですねむしろ、えー、今後の,あのカメラシステムっていうところとかコンピューテーションフォトグラフィーっていう方が えー、主流になっていく世の中にとってみれば他社他社がねもう本当に自分の子会社化して、えー、レンズ開発を共同していくっていうのであれば別なんですけれども、まあ、資本提携もしてるかしてないか微妙な段階での他社とのレンズマウントのオープンソース化はあんまり、あのー、各社、あのー、ソニーキヤノンニコンにとってみれば、まあ、得ではないのかなとまあソニーはボディーをねニコンキヤノンに追いつくために。 しょうがななくてざるを得なかったで、ニコンは自社開発のね、資本,資本力、体力は限界に来ているっていうところで、そろそろタムロンにも OEM での生産を始めていると。キャノンはその他のね、分野で、副写機とか、まあその、その他の分野でね、体力は、体力がありますから、まあ、自社開発っていうことに今後基本的にはなっていくと。まあ、そっちの方が理想なんですよね、明らかに、ね、どう考えてもユーザー側のメリットは大きいと。なので、まあ、僕はとにかくもう、 キャノンユーザーとしてはね、あのー、サードパーティーレンズはいらんと。あのー、EF レンズのみで OK っていう考え方でいいのかなと。なので、タムロン、シグマ、タムロンがやっぱガチで使いたいって人はソニーを使うべきだと思うんですよね。やっぱりね。もうそことはもう蜜月関係ですし、ソニータムロンもね、あソニータムロン、シグマもその辺をもう考慮した上で、えー、レンズ開発してきてたりしますからね。そういった意味ではソニーユーザーの方がいいのかなっていうふうには考えたりしております。というところで今日も使い方をお過ごしください。西田りでした。どうもー。